マリーン零零号東京ウォータータクシー株式会社は東京都港区に本社を置く日本の周運会社。2015年3月に京浜港内の港湾運送事業者6社の出資により設立された小型船による水上タクシー事業を行う企業である。キャッチフレーズは東京ライド。観光だけではなく日常利用、災害時の輸送手段として出動することを目的とし、 2015年11月に2席での営業を開始した。航行範囲は運河を含む東京港及び都内の河川で利用者が範囲内の乗降場、発着時間、ルートを選択できるスタイルをベースに豊富な交通サービスを提供する。東京都が推進する水上交通ネットワークの充実を担う一翼として2016年8月より 民間を含む7カ所の乗降場においてオンデマンド運行を開始。また通常運行と並行し、レンタルサイクルのチケット販売を通じ船と自転車の乗り継ぎを提案するなどの展開を行っている。利用可能な乗降場の数は都内及びその周辺約30カ所。国内外メディアからのロケファミや撮影サポートも行っている。都内には100カ所を超す乗降場があるが、 その大半は防災仕様に限定され、有事あるいは防災訓練以外でしか利用できない。同社は社会実験を通じそうした乗降場を平素から利用することで、防災インフラの認知度向上、ひいては小型船の機動力と経験則を活かし災害、出動することを基軸としており、各区並びに所轄警察署と防災協定を締結している、オンデマンド運行サービス。 移動はもちろん、アクティビティとしても利用可能。乗降時間、乗降場所、運行ルートをフィックスしたツーリスト向けのメニュー。主に、タワーマンション群と、ホテルや商業施設が密集する、にぎわいゾーンを結ぶ水上コミュニティバス。旅行商品、視察、事業ユースなど、商業利用に特化した運行。ロケ班から本撮影までをサポートする。 撮影ワンストップサービスもこれに含まれ、オプションで事前初手続き、警戒線の手配、ドローンオペレーターのコーディネートも行う。上記以外にも期間限定のイベントを不定期開催している。ありがとうございます。